オールナイト埼玉プレゼンツミカドラボ、皆さんご機嫌いかがでいらっしゃいますでしょうか。オールナイト埼玉の小判ザメ番組ミカドラボ、ナビゲーターのミカドでございます。さあということでございましてですね、前回、私のその早口、マシンガントークの原点というような、原点というか原因という話を、始めたわけですけども、で、今回はですね、まあ競馬実況かなっていうふうに思ってますね。競馬ファンの方いらっしゃいますので、そこに抵触しないようにと言いましょうか。私は純粋な競馬ファンではないので、競馬実況のファンですから、というところで、まだまだ浅いわけですけども、競馬実況今日の私なりに感じる面白さみたいな、素晴らしさとかですね、そういうのはお話しできるかなというふうに思いますので、その話を今日はさせていただきたいかなと思いますけども、改めて断っておきますけれどもですね、純粋な競馬ファンではないので、レース自体の、記憶とかっていうのは曖昧です。ただ、実況っていうのはもう本当にしょっちゅう今でも YouTube で、見たりとか、見るっていうよりは聞くですね、そういうことをさせていただいてるので、少しはね、お話できるかなというふうに思いますので、時間に余裕あればプロレス実況もと思いますけど、多分時間なくなると思うんで、今日は競馬実況だけということで、お話しさせていただければと思っておりますということで、リスナーの皆さん、視聴者の皆さんの貴重なお時間をまた拝借させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。前回の番組でね、競馬実況を、競馬自体が好きだったっていうわけではないんだけれども、結構子どもの頃からですね、何の気なしに、テレビで、流れてる競馬中継を見てたっていうところから、この競馬の実況する人ってすごいよなっていうふうに思ったっていう話をね、させていただいたわけですけれどもですね、正直言うとその頃はただすごいなぁと思ってただけで、競馬のこともよくわからないので、しかも、うちの父親はですね、お前ギャンブルなんか絶対させねえからな、みたいな、んなもの覚えちゃいかん、みたいな、そういう人だったので、ちょっと遠慮しながら見てたわけですよ。だから、競馬の何たるかみたいな、ことは分からなかったですよね。今はスマホがあるから、スマホとかネットがあるんで、子供でもね、調べようと思えば調べられるっていうことはありますけど、もうその当時はね、そういうのも調べらんなかったですし、またその、もう本当にギャンブルの時代でしたからね、競馬っていうのは。そういうのもあってですね、あんまり詳しくはなかった。ですけれども、大学に入ってですね、良くも悪くも親の目がなくなったので、もう好き勝手にいろんなもの見られるじゃないですか。で、プラスして、その当時からそのネット、インターネットがですね、出始めてというか、大学の情報の授業でも、インターネットやってましたよ。ね。だから、そういうのでいろいろ調べるツールが出てきてですね、でそれで、競馬ってなんか面白そうだなっていう、馬券買うっていうとこまではいかなかったですけど、いろんなドラマがあるんだなとか、そういうことを思い始めたっていうところはあるんですけれど、でそうやって
ある程度ですね、まあ、マニアの皆さんとか、競馬ファンの皆さんほどは知らないですけれども、でもやっぱりこう、実況、だそういう背景みたいなのを、ある程度ですね、もうほんの勝ちたてですよ、知って、その実況を聞いてると、やっぱりね、すごいなというか、時にね、泣けてくるというか、すごいなと思って感動しちゃうっていうんですかね、背景分かってなくても実況聞いただけで感動するみたいなこともあったですよね、だからそういうのをずっと聞いてたので、なんかこう競馬そのものよりもその競馬実況の方にのめり込んでいったっていう、まあ変わったやつですわな、競馬実況はですね、もちろん実況されるアナウンサーさんによって、実況者によって個性が出るっていうのはこれはもちろんなんですけれども、であとはやっぱりね、レースの距離によってね、またその味わいが違ってくるというか、そういうとこもね面白いんですけれど、例えばですね、短いレースですと、まあ、マイルとかね、1600メートルとか、割と短く決着しちゃうようなレースですと、まあ、1分何秒の勝負になっちゃうんで、まあ、2分弱ぐらいの勝負になっちゃうので、やっぱり詰め込んじゃうんですよね。やっぱ最初からこうスピード感のある実況というか、でそれに対して例えば有馬記念ですとか、そういう比較的距離が長いレースになりますと、序盤ゆっくりと入って、でそんで第4コーナーを回ったあたりからこうペースを上げていって、ガーっていうね、それがねすごくやっぱりこうレースを盛り上げてくれるというか、そういうのがありますよね。で競馬中継ってね、ある種富士系列の富士テレビ系列の独壇場なんですよ。なんで競馬実況の名アナウンサーっていうのは富士テレビか、あるいはその関西テレビに多いわけですけれどもですね、まあ、やっぱりねこの人は外せないだろうっていうのはやっぱり杉本清さんですね。もう、まあ、我々世代にとっては、私が最初にその杉本清さんを知ったというか、まあ、多分競馬実況で聞いてはいたんだろうけれども、顔が見える形でっていうのかな、見た最初はトンネルズがやってたね、ハンマープライスっていう番組があったんですけど、であれのオークショニアの役を杉本清さんがやってた。で今回のこの品物何万円でハンマープライスっていう風にやる、あれがね、あれの記憶があって、どうしても競馬実況の人と結びつかなかったというか、だったんですけど、まあ後々その競馬実況の大物だということを知りましてですね、あ、そういえばなんかこの声聞いたことあるなみたいな、そういう感じになったわけですけど、まあ杉本清さんの実況の、まあ、特徴といいますか、すごいなと思うのはやっぱりね、半分感情が入ってるというか、なんていうんですかね、レース始まる前には自分が勝ってる馬券言っちゃったりとかするんですよね。私の夢はなんとかですみたいな、そういうシリーズも後々登場してくるんですけれど、まあなんせその、三冠馬の実況を数多くやられた方なので、もうそのフレーズというかね、いわゆる名実況、名フレーズっていうのを次々と生み出していかれた方で、でもう本当にね、杉本武士なんていうふうに言われてましたですけど、まあ私が
印象に残ってるというか、まあ、これは後から聞いた、ね、あのまあ、もしかしたら、テレビ実況でも聞いてたのかもしれないけど、その時はあまり記憶に残ってなかった。後で YouTube で聞いて、これはすげえなと思ったのは、あの、桜スター王っていう馬が、勝ったレースですね、かなり昔のレースですけど、あれ菊花賞だったのかな、まあ、かなり昔のレースなんですけど、でその桜スター王っていう馬はあの当時ね、あのほぼノーマークに近かったというか、勝つと思われてなかった馬だったみたいなんですね。で、杉本清さん曰く、もう来ると思ってない馬が来ちゃったから、もうとにかく何か言うしかないって言って、でそんでもって、まあ、途中でトップに立ったわけですね。この辺りで桜スター王ですっつって、でまあ それはよくある話じゃないですか。でその後がすごいのが、ね、桜スター王です、菊の季節に桜が満開になりました京都競馬場って、すごいでしょ。これがね、このアドリブ力というか、これがすごいなと思って、もうね、やっぱあの自分が予想してたというか、あのまあ大体展開予想できるじゃないですか、ね、あのまあこのレースだったらこの馬が勝つだろうとか、あの一番人気とかそういう情報はもうきっちり入れてるわけですからね。で、あのそこでまさか来ると思わなかった桜スター王が来た時に、あのそういうことを言えちゃうっていうのもすごいなと思うし、あとはもう、 あのもう準備してきたあのセリフを言ったっていうところで有名なのはあれですね、あの成田ブライアンが三冠取った時の実況ですね。もう成田ブライアン、まあ、あの兄のね、琵琶早秀が、三冠取れなかったですから、で、まあ、そんな中であの成田ブライアンが三冠にチャレンジするっていうことで、出てきたセリフが、あれですね、あの弟は大丈夫だっていうね、まあね、そういうのもすごいなというふうに思いますし、いや魅了されますよね、杉本さんのあの杉本節っていうのは。でそれもあの有馬記念とかだと最初ゆっくり入るんですよ、どうなんでしょう、この辺りにいるでしょうかとかつって、こうゆっくりゆっくりで、しかもね、あの前頭の名前言うこともあんまりないんですよ。でゆっくりゆっくり喋ってって、であのどん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 あの緩やかにギアを上げていって、4コーナーを回る手前、もうそのあたりからの、実況がね素晴らしいんですよ、ね、ただの早口じゃない、もうすごいなというふうに思いますね。もうだからあの一回僕あれですよ、あの杉本さんの実況全部ね、あの文字に書き起こしたことありますよなんか自分でやってみたくて、でもやっぱできなかったですね。まあなんかちょっと似てない真似、さっきもちょっとしましたけど、あの、そんな真似事したりしますけど、やっぱあれはできないなっていうふうに思いますね。ママクリーニング花寺よ。で、あのさっきのあの桜スター王みたいに、あの来ると思ってなかった馬が来たっていうところで言うと、あのあれですね、大川アナウンサーが、実況した、あの東海帝王の復活レースですね。あの東海帝王、あの大きな怪我をして、あの1年近くレース出てなかったんですね。で、もう久々の復活、まあでも東海帝王が帰ってきたっていう、あのまあファンの方は応援してるんだけど、まあでもさすがに勝てないだろうっていうふうに思われていた、あの強敵揃いでしたからね、で勝てないだろうと思われてたレースで、東海帝王が来たわけですよ。でそんでもってですね、あの大川アナウンサーも声が裏返っちゃって、東海帝王が来たっつってね、もう声が裏返っちゃって、
もうあのただの絶叫じゃないんです。もう声裏返っちゃって、もうあの感動も混じってるんでしょうね。あのもう東海帝王が来たっつって、もうあれもすごく良かったなと思いますし、あとはですね、あの同じく関西テレビでいうと馬場哲司アナウンサーですね。で、あの馬場哲司アナウンサーっていうのは、あのまあある種杉本さんの後釜なんですよ。で、その杉本さんの後釜で、杉本清さんの後釜でみたいな感じで、競馬実況のエースとして期待されて、で最初の頃はその杉本さんのコピーだみたいなことを言われたりとかして、であとフジテレビ系の実況の人たちって割と絶叫する人が多いので、であの馬場哲司アナウンサーも最初結構絶叫系だったんですけど、でもあのだんだんと円熟味が増してきて、であのもうこれもあの本当に名実況として伝説に残ってますけど、あのディープインパクトのその三冠達成の時のね、あれですよ、フレーズがねまたすごいですよ。もうディープインパクトが来てですね、世界のホースマンよ見てくれ、これが日本近代競馬の決勝だっていうね、あれがねもう本当に素晴らしい、ディープインパクトっていうね、独特のその語り口でね、もう本当にあの年を振るごとに円熟味が増していきましたよね、馬場哲司アナウンサーっていうのはね。あの基本的にあの中山競馬場と、府中競馬場、まあ、東京競馬場ですね、でのレースっていうのはフジテレビが実況担当するわけですけども、でフジテレビの、実況アナウンサーでいうと、まあ、やっぱり三宅雅治さんと、それから青島達也さんと、あとは塩原常雄さんですかね。そこがやっぱ名実況というかね、好きでしたね。で、まあ、あの三宅雅治さんは、まあ、あの、まあ、あの通りの方なんで、あの、F1 の実況の2代目ですもんね。2代目？多分あの古舘さんの後があの三宅雅治アナウンサーだと思うんですよ。多分、F1 の実況、古舘さんが多分富士でやったの最初は古舘さんだと思うんですけど、でその次が三宅雅治アナウンサーだと思うんですけど、だからやっぱりその古舘さんの後に F1 の実況に入ってるから、やっぱその古舘さんテイストがあるわけですよ。なんかこうすごいあの奇抜なフレーズというか、まあそのプロレス実況の話次にやる予定なんで、ここではその古舘さんのフレーズの話しませんけど、だからやっぱそういうのがあるんだと思うんですけど、やっぱりねあのすごい突拍子もないというか、異次元のフレーズがあの入ってきたりするんですよね。でそれがねすごく印象に残る、まあ、絶叫系は絶叫系なんだけど、でもやっぱその印象に残るフレーズっていうのをあの対応してくるっていうのは、これはねあの青島アナウンサーもそうなんですよ。青島達也アナウンサーもそうなんですけど、でまあね三宅さんの場合はね、あれかな、あの、フサイチコンコルドが、差し切った時の、ね、アナウンスですね。外から音速の末足が炸裂する、フサイチコンコルドっていうね。ね。よう思いつくなと思う。ね。で、まあ、これも意外だったからなのかもしんないけれども、まあ、古舘さんが言ってたけども、やっぱ、あの準備してたやつってあまり受けないんですって。で、あのアドリブで出たやつがなんかバンとヒットするっていうか、あの受けるっていうかな、っていうようなこと言ってましたけど、まあ分かりませんけどね、本人じゃないから。で、そういうのもありますし、あとはあれですかね、あれはいつのあれだったっけ、2000年の日本ダービーですかね、日本ダービー、アグネスフライトとあのエアシャカールがあの最後に競ったところ、
そこでね、あのまあ騎手は武騎手と、まあ、武豊騎手とあの河内騎手ですよね。で、外から河内の夢も飛んできている、豊の意地か河内の夢かどっちだっていうね、あの絶叫もう馬の名前言ってないですからね、もうすごいですよ、もうそういうのがね。あとは青島アナウンサーね、青島アナウンサーは実はですね、あのすごくね、あの言い間違いが多いって言われてるのと、あのよくとちるっていうことで有名なんですけど、でもね、あのあれもまた味わいがあっていいじゃないですかね。うん、もうすごく、だってあれですよ、あの高低差200メートルの坂ってそんなわけないじゃないかみたいな。だから残り200メートルとあの、高低差2メートル、っていうのがあの混じっちゃったのね、で、あのそういうことになっちゃったりとか、あのちょっとなんていうの、あのちょびっとだけ滑舌、あの興奮してくるからちょびっとだけ滑舌が悪かったりするから、あのなんとかは真ん中にいるがって言ったんだけど、あの聞いてるとね、犬がに聞こえるみたいなね真ん中に犬が、そんなわけないじゃんみたいな、そういうのとか、あのウォッカとダイワスカーレットが競ったレースとかでは、あの大接戦ドゴーンっていう風に聞こえるって言うんですけど、大接戦のゴールなんですよねあれは、だからそういうのとかね、もう絶叫系アナウンサーではあるんですけど、まあそれがまたね盛り上げてくれる。で、まあ青島アナウンサーはあの今まで紹介したアナウンサーの中で多分一番早口なんです。だあのペース早いなと思いながらね、聞いてますけど、もう名フレーズとしてはあれですね、あのサイレンス鈴鹿が逃げ切ったレースで、サイレンス鈴鹿だサイレンス鈴鹿だ、どこまで行っても逃げてやるとかね、まあそういうのがね、やっぱりあのとっさにそういうのが出てくるようになりたいなと思いますけど、で今そのサイレンス鈴鹿って言いましたけど、そのサイレンス鈴鹿があの故障して予後不良になって、でと診断されて、まあ、帰らぬ馬となってしまったレースで、おっとサイレンス鈴鹿どうした、沈黙の日曜日って言ったのが塩原恒夫アナウンサーですね。いやーやっぱね、あの名実況っていうのはいっぱいありますですよね。もう本当にだからそういうのを真似しようと思ってるから、どん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 早口になっていくというか、ね、そういうのはあるのかなと思って、まあでも本当にね、実況を聞くのは本当大好きですね。さあいかがだったでしょうか。いやー、好きなもの語るっていいですねなんか水野春夫さんみたいになりましたね。いやー映画って本当に面白いですねって楽しいもんですねみたいないやー好きなこと語るっていいなー。まあ別に誰が聞いてくれるわけでもないだろうけど、やっぱりね、あのオールナイト埼玉の場合、やっぱりこうね、いろいろと制約がある中で、やってますから、どうしてもやっぱりこう自分の本当の個人的な趣味とかね、まあ、そういうのってあんまり語れないんですよ、時間もあるし。だけど、いやいいなこれまあ、本当に誰が喜ぶんだろうかと思いますけども、まあでもあのそういう番組としてねやるって決めた以上、まあ、そういう風にね、好きなこと、好き勝手なことをやってね、続けていきたいと、続けていければいいなという風に思っております。ということで、今回もリスナーの皆さん、視聴者の皆さんの貴重なお時間を拝借いたしました。次回は多分プロレス実況の話になるのかな、まあ、競馬実況ほど語れるかどうかっていうところが微妙ですけど、ということで、今回もお相手は帝でございました。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。